内藤哲也の優勝で幕を閉じた今年の G1 クライマックス。真夏に生まれし火種は実りの秋、全てを破壊する激闘となる。そして、超人岡田を地獄へ葬り去ってやったよ。こんなんでな、超人越え、ふざけんじゃねえぞこの野郎。因縁の2人がネバー6人タッグ戦で激突。悪夢がよみがえる。俺たちはプロレス界の王様だからな。宝は全て俺たちのもの。チオチ初防衛、ゲリラドブリステリー全王者です。やった兄弟だ。新日タッグの至宝をめぐる戦慄の三つどもえ決戦。 KS is back! Everybody jump!俺が用あるのはな、てめえだおい、そこの白い豚野郎。レバー王者鈴木みのるの標的は 8.5 大阪で敗戦を喫したマイケル・エルガン。邪魔者は叩き潰す。俺の前に立つやつは綺麗なバラにはトゲがある。そんなわけないじゃないですか。どこ見てんだよ。王者の趣味には癖がある。もっと踏みつけてもらいたいから挑戦していいよ。さらに王者櫛田の喜びもつかの間。エルデスペラード来た。チャンピオンってのはよ、負けねえからチャンピオンなんだろ。一回ぐらい負けてそのまんま王様気取りか、この野郎。ああ、チャンピオンしか触っちゃいけないのがこのプロレスのチャンピオンベルトだよ。お前にポリシーがないのか。ポリシーはこれは俺のものだ。 Twice now I've tapped out Tanahashi. I'm 100% the next Intercontinental Challenger. ギブアップで始まり、ギブアップで終わらせた夏。秋は白きベルトとともに締め落とす。 It's not a catchphrase, it's real. Suzuki-gun Ichiban. まさに衝撃。IWGP US ヘビー級初代王者ケニー・オメガからスリーカウントを奪ったジュース・ロビンソン。Holy shit! That just goes to show anything can happen. I told you it was dangerous. Damn it! 夢の舞台で掴んだチャンス。今度こそベルト奪取を実らせる。破壊から生まれる新たな未来。己の道を切り開け。ロードトゥデストラクション。新日本プロレスロードトゥデストラクション、本日の対戦カードを発表いたします。オープニングマッチ20分一本勝負、海野翔太、北村克也、中西学組対岡智之、川戸平井、永田裕二組。第2試合8人タッグマッチ20分一本勝負、タンガロア、タマトンガ、高橋裕次郎、バッドラックファレ組対邪道、バレッタ、吉橋、後藤弘樹組。第3試合6人タッグマッチ20分一本勝負、高道のく、デイビーボーイ・スミス・ジュニア、ランス・アーチャー組対真壁桃李、ハンソン、レイモンド・ロー組。第4試合タッグマッチ20分一本勝負、高橋ヒロム、武士組対ロッキー・ロメロ、ウィル・オスプレイ組。第5試合タッグマッチ30分一本勝負、レオ・トンガ、チェイズ・オーウェンズ組対デビッド・フィンレー、ジュース・ロビンソン組。第6試合6人タッグマッチ30分一本勝負、真田、イービル、内藤哲也組対
矢野徹、石井智弘、岡田和親組。第7試合、本日のメインイベント、時間無制限イルミネーションマッチ、太一、金丸義信、エル・デスペラード、飯塚隆、鈴木実組対リコシェ、田口隆介、岸田、棚橋宏、マイケル・エルガン組。以上7試合、お待たせいたしました。試合を開始いたします。オープニングマッチ、20分一本勝負を行います。第1試合、第3世代がヤングライオン率いての6人タッグ、20分一本勝負。アウト、183cm、93kg、海野翔太。まずは海野翔太コールを受けます。183cm、120kg、北村克也。続いてこの肉体を誇示する北村克也、中西学。野人、中西学。3人でのエンジン、雄たけびが上がりました、後楽園ホール。赤コーナーサイドからもヤングライオンのダッシュ。赤コーナー、115cm、115kg、岡智之。まずは岡智之、85kg、川戸ひらい。力みなぎる川戸ひらい。113cm、108kg、永田裕二。ブルージャスです、永田裕二。レン佐藤健太。さあ、9月の9日土曜日、シリーズ第3戦を迎えました、ロードトゥデストラクション東京後楽園ホール大会。本日の実況は私、藤沢俊一郎、解説は東京スポーツ岡本裕介記者です。岡本さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日の第1試合もこの両者からですね。いや、やはりね、おとといの大会でね、さらにこの中田選手と中西選手の、絡みというのがね、白熱してましたんで、予想通りですね。いきなりスピアでテイクダウンは中西。永田からすると、中西剛翔も2人でしかできない戦いを全国に見せたいと語ります。そうですね、やっぱりこのお互いね、25周年のメモリアルイヤーですし、ずっとね、こう時には敵として、時には味方として戦ってきた、はい、やっぱ強さが一番分かってますからね、永田さんが中西さんで。刀中西はもうすでにしっかりと受け止めてますよね。もうシングルマッチを早くやりたいと、まあ、そうですね、やっぱ中西さんも永田さんがそこまで言うならという感じでしょうね。さあ、第3世代両者の熱い戦い模様に触発されて、ヤングライオンもたぎる。逆水平の北村ですが、ローキックで止められた。胸板にミドル分厚い。赤コーナーサイドは川戸平井です。まあ、このね、25周年のベテラン2人の絡みだけじゃなくて、このヤングライオンの、ね、構想っていうのも非常に熱いものがありますからね、はい、特に今年デビューした選手たちが多いので、ここは一歩も引けないですよね。まあ、今年デビューしたヤングライオンたちが多いと、やはり川戸は引けませんが、いや、やっぱね、北村はいいですね。痛烈な逆水平、たまらず川戸はダウン。うわ、一発。やっぱりね、あの高速道路にね、自転車で乗り上げてしまったというね、数々の逸話がありますけれども、北村選手は先日はですね、はい、巡業中になんと間違えてですね、あのペットボトルに入れ替えてたワイドハイターを飲んでしまったというですね、はい、そういう逸話もありますから、着々と伝説を築きつつありますね、はい、あのね、ペットボトルに入れ替えたらしいんですけど、ホテルで朝目が覚めて喉が渇いたら、あのごくごく飲んでしまって、ワイドハイターをね、3口ぐらい飲んでしまったというね、はい、ちゃんとペットボトルにあの詰め替えるところまではしっかり物だったんですね。そうなんですけどね。さあ、肉体のコラボレーション。
その後ね、盛大に吐いたらしいですよ。ワイドハイターだ。さあ、そんな北村伝説を聞いてるうちに、はい、試合は今リング上、中西学の肉体が躍動する。今だいぶ失礼しましたね、はい、さあカウントは2で返した。さあ肉体で押し込まれている川戸平井、ここは自力に返したい。中西選手がヤングライオンを、ね、うまく使って、さあ足で迎え入れて、さらにリング中央へ高いヒップと叩きつける。カウントが入る。パワーだけではもう日本プロレス界でもトップといっても過言じゃないんじゃないですかね。北村選手はここから川戸はどう脱回していくかというところですよね。そうですね、川戸選手もねやはりかなり経験を積んでますので、はい、本当にね田中選手とタッグを組んだりとか、昨日もね田口ジャパンに招集されたり、経験値ではねやはり川戸選手が一番多いと思うので、そこを見せたいですよね。さあ真っ向からのぶつかりを見せている川戸、ドロップキック。胸板を打ち抜いた。場内は大歓声、手拍子で後押し。赤コーナーに帰還。さあ永田がリング中央へ。強敵はやはり中西。北村の胸板。いやもうおとといの後楽園大会からそうなんですけれども、永田の仕掛け、そして中西の返しが本当に早いんですよね。そうですね、やっぱりこう常にね張り巡らせてますからね。もうすでに火がついています。エクスポイダは投げさせない。相棒コトブ3連発。しかし黙らせる永田。いやこれ大変ですよ、ヤングライオンはね、同じキャリアの、ね、人たちに負けたくないし、こうして大ベテランが目を光らせてるわけですから。しかし上げた。いや今意地見せましたね。北村克也ブレンバスター、リング中央、そして中西学にスイッチです。なかなかこう岡選手と海野選手が出てこれないぐらい。そうですね、そのエネルギッシュさというところでいうと、本当にこの2人がヤングライオンに引きを取ってないんですよね。そしてね、あまり、ね、こう年齢の話をすると野暮だと言われてしまうんですけど、このコンディションは、ね、本当に凄まじいですね。ありがとう。ともに今月、そして来月とデビュー25周年を迎えようという。さあ炎の雄たけび、そして手拍子が、掛け声が後楽園ホールに充満する。やじなりやっと首をかき切った。ボールの体勢、カウントは2で返す。5分経過。いやこういったところでもちろんカットに入ろうとするヤングライオンであるんですけども、どこか2人がもう寄せ付けない、そんな空気を作り上げてますよね。いや本当そうですよね、この2人がやってることによってヤングライオンなかなかいけないですよね、はい、さあ打撃戦エクストリーナ。しかし先に立ち上がるのは中西か、ほぼ同時。まずは永田、岡にスイッチ。さあ赤コーナーサイド、リングをジャックします。まずはカウト、さらに永田ビッグブーツ、そして岡のボディスプラッシュ、メリトゥメリで一応やはり力ありますよ、岡選手。上げ切りましたね。ガウンド入ります。2で返す。この中に選手の体を。場内は岡を後押しする手拍子。完成。さあ打撃のコンビネーション。ロープに走って待っていた。スイッチ落とし。悶絶するのは岡智之。動きが止まってしまった。無理やり起こして、おアルゼンチンの体勢、岡の肉体も上げ切れた。さあ永田のカット、3発目でようやくですね。お、ここでようやく海野選手ですね。さあ一気加勢か、対角線バックエルボー、早い。いいですよね、本当に弾けてますね。もう一発、溜まっていたエネルギーを放出します。見事なエルボー、即座にカウント2で返す。
おお、すぐに腕を腕しびれ入った。たまらず永田、いや今の永田のカットかなり早かったですね。そうですね、永田選手もかなり戦況をね冷静に見てますし、はい、いや本当にこのシリーズの海野選手ドロップキック戦い方を見てるとあのかなりテンポが上がってますよね。そうですね、試合のね、スピードスピーディーな、ね、動きが増えましたよね、はい、さあ岡井止められたか、下からエルボー3連発、しかしストーピングのお返し3発4発止まりません。パートナーがパートナーだからなかなか目立たないですけど海野選手も体大きくなってますし、そうなんですよね、パワフルさが増してますよね。無造作に伸びてきた髪の毛も合いまして、ワイルドさが増してきたところなんですが、大川のショルダー、雄たけびとともに無理やり立たせる、担ぎ上げての長い長い体育時間、アバランシュ、パワーの体勢、アウトは、いやー、泳げるんですよ。おーっと、ここでカートのミサイルキック、スワンダイブ、さあリング上は岡野、ボストンクラブ、これはきついですね、完全に分断されましたね、中西選手チームが、コーナーサイドのフォローは完璧です、ポジションはど真ん中、海野の後押しをする手拍子、海野翔太に届くか、上げた、サードロープまではかなりの距離がありますが、あーっと真ん中戻された、こうなるとね、もう一度ありますね、体重がかけられた、たまらずギブアップ、8分52秒、ヤクルト型で岡智之選手の勝ちです。さあリング上は決着がついていますが、リング外が中西長田が収まりません、エキサイトしてますね、中西選手、いや岡本さん、本当にあのヤングライオンの勢いはもちろんなんですけれども、なんかもう永田中西が背中でまだまだだぞと、まあ本当にキャリア関係なく、はい、これが新日本プロレスの戦いなんだぞと、さあそしてそういうものを見せてくれましたよね、また岡と北村、あちこちで場外戦、カワトが突っかける、いいですね、カワトの突っかけるこの姿勢、北村が割って入る、荒れ模様の試合を迎えます。なんと中西が荒ぶっている、止まりません止まりません、その視界には永田しか見えていない、いやいやいや焦ってます、完全に導火線に火がつきました、いや熱いです、第1試合からこの暑さ、ちょっと立って戦いに上に飢えているという感じです、今の中西選手は。誰かの試合は岡智之、石原が伸び直しに今岡智之、川戸以来、そして永田裕二、立ち名乗りを受けます。これはちょっと本当に長津さんと中西さんの構想は目が離せなかったですね。そして第1試合からこれですか、なんかこうあの新日本プロレス受け継がれるその魂というか意志というものを本当に感じさせてくれる一戦ですよね。第1試合第3世代のヤングライオン引いての6人タッグマッチをお届けしました。8人タッグマッチ20分一本勝負、後藤弘家、吉橋、バレッタ、邪道 VS バッドラックファレン、高橋裕次郎、タマトンガ、タンガノア。第2試合8人タッグマッチ20分一本勝負を行います。続いての第2試合はケイオス VS バレットクラブ8人タッグマッチ20分1本勝負、まずはバレットクラブ
高橋裕次郎先頭にタンガロア、タマトンガ、さらに巨体を揺らしてジ・アンダーボス、バッドラック・パレ、リングに歩みを進めてまいります。いつものようにじっくりとゆっくりと時間をかけ、今ステップを最初に歩みを進めたのはザ・東京ピン高橋裕次郎です。バックラザ・シルバーバックタンガロアザ・ザ・ザ・シルバーバックタンガロアザ・バッドボーイタマトンガザ・バッドボーイタマトンガ次期 IWGP ダリルチャレンジャーチームゲリラボードウェア実施します。ゲリラゾーンディスニーがゴール。続いては東京ピン高橋裕次郎バッドラックさあまたしてもリング穴が襲われるバーレン。タマトンガバージョンですね。いやー尾崎リングアナの思いがこもったリングコールでしたね。ジアンダーボスバッドラックパレがコールを受けました。ケイオス先頭へ行くのは球場明け初戦を迎えます。ジャドーさらに吉橋バレッタ後藤飛行機の順ジャドー帰ってきたジャドーがコールバレッタヘビー級転向最初のシリーズを迎えていますバレッタ吉橋ハンター吉橋172cm 103kg 後藤博樹混沌のアラブ車後藤博樹さあリング上はやはり裕次郎とバレッタこの両者が意識をし合っています。ヘビー級転向最初のシリーズを迎えているバレッタそしてそのヘビー級転向を認めていない高橋裕次郎岡本さんこの両者はやはりかなり意識はし合ってますね。そうですね当然、まあ、裕次郎選手の挑発で始まってますけど一昨日の後楽園ではバレッタ選手が直接取られてしまってますので、はい、これはもう今日にでもやり返さないと気が済まないというのがバレッタ選手の本心でしょうね。高橋裕次郎にしてみれば新日ヘビーはそんな甘いものではない語ります。さあ先陣争いというところバレットクラブは早くもタマトンガはすでにエプロンサイドなんとあれですか、ね、ジアンダーボスバッドラックパレ先発をかけてます。対峙するのはケイオス吉橋なんと流行る吉橋を透かすように横からタマトンガスイッチです。吉橋の神経を逆なでしますタマトンガリングを旋回まだファーストコンタクト行われません。なんとタマトンガ今日球場明け復帰戦の邪道にちょっかいをかける今度は逆回転そして邪道さんもシリーズをねあの G1 のシリーズの途中でね、はい、あの膝を負傷してしまったのでさあタマトンガがなかなかそうですねなんかこうじらすような感じなんですけれどもやはり吉橋選手をこうじらしてる感じですね。そうですねかなり吉橋のかつ邪道さんをいじってるんですね
まあ、一つの歓迎というところでしょうか。アマトンガなりのサミングからエルボー、ファーストコンタクトがサミングでしたね。あれだけじらしておいて。さあ常にケイオスサイド挑発しながら戦いを展開する。これがか突き上げてボディスラム。対空時間が長かった。おお、もう早速ケイオスが仕掛けますね。さあかなりフラストレーションは溜まっていくでしょう。ケイオスサイド、まずは後藤のラリアット、さらに蹴りハンドキック、そしてハイゴールストッパーランディングハイに、そして太鼓の乱れ打ち。しかしあっという間にバレットクラブ逆にリングを占拠します。目まぐるしいですね、この両チームの戦いはね。さあ、あっという間にリングの上はタマトンガ、そして吉橋、この両者となりました。場外ではバレットクラブタイム、ケイオスを削っていきます。まあ、そのね、タマトンガ選手もおとといね、はい、3兄弟の、末のレオトンガが、ね、はい、デビューというか、まあ、新日本で、ね、本格的にデビューを果たしたので、かなり、ね、その兄貴の意地といいますか、そういったものが、ね、芽生えてるっぽかったですね、今日話したやはり末の弟がデビューしたことによって今シリーズ迎え方、その気持ちの部分にもかなり違ってきますよ ね、 さあファルの全体重、吉橋の腰、いやこれはきつい。吉橋の動きが止まっています。そしていつものように、いつもの光景、常に青コーナーサイドで試合が展開する。ディップドロップはなんとかカウント2で返しました。さあ続いては高橋裕次郎がリングへ、ナックルを叩き込んでいく。さあフライングメイヤーから低空飛行のギロチンへ、カウントは2で返す。いや、一度はケイオスタイムになりかけたんですけれども、そうですね、かなりあの早い段階でバレットクラブがペースを、ね、握り返しました、ね、完全に今吉橋のローンバトルが続いている。これまた超長いくバックドロップで叩きつけた。カウントは2で返す。さあ吉橋が動きが止まってますね。ちょっと長い時間捕まりすぎましたかね。そのダメージが蓄積しているようです。場内からは吉橋鼓舞する手拍子ですが、吉橋の元には届いているか。ヘッドバットをロープに詰めてドロップキック、コードブレーカー、なんとかカウントローは動きを止めました。アラムシャがスイッチさせない。待っていた後藤にも襲いかかるタマトンガ、バックスピン胸板へ。さあ今度こそバレットクラブ陣営との距離が空いた。赤コーナーサイド、今タッチ、後藤博樹、まずはタマトンガ、そしてタウンガロア、対角線へ振られ返したが、タマトンガへショルダー、さらにコーナーは返した、またタマトンガ。タマトンガの巻き込まれがすごいですね。3発目、あの悪い感じになってますけど、これは全部後藤選手がうまくねやってますからね。見事翻弄します。あー、またいや、これはゲリラズオブディスティニー、ちょっと気色悪くな。タイトル挑戦を前に不協和音が流れなければいいんですが、さあ一
一人でアレットクラブ引っかき回すの後藤博之、浦政からバックドロップ、カットが入る。いやもう本当に一人でバレットクラブチームを分断しましたね。やはりタンガロア選手だったりファレ選手だったりね、いる中ではレオスではね、この後藤選手のパワーというのが大きな武器になってきますよね。あ、そしてスピード、さすがのアラブシャ、距離が空いた、ラリアットをかわす、さあ担ぎ上げてオンハッタン、崩れた後藤、陸別側頭部へ、さらにスラムで叩きつける、動きが止まったのは後藤博之。アンガロア今青コーナーサイドスイッチは裕次郎、バレッタがね出さそうな感じですね、はい、距離を詰める、打ち抜きました。さあバレッタへの挑発、裕次郎かわして土手っ腹に蹴り、担ぎ上げた、リング中央、レシカロシー見えていました、後藤博之。さあ大きな歓声、手拍子です。ここでバレッタ、因縁の両者リングで対峙します。まずはトップロープからミサイルキック、ケイオス陣営がバレットクラブを分断します。見つき傾いた流れを引き寄せるのは裕次郎、昨日もねこれでちょっとねバレット選手は持っていかれた、はい、あ一昨日ですね、もう今ので流れ持っていかれちゃったのでちょっと対応したいですね、裕次郎選手のファイトスタイルに。同じ戦法食らうわけにはいかない、押されているのはバレッタ、リングへ生還、詰める裕次郎、足で迎撃、距離が空きました、セカンドロープへ、しかし後頭部ターンバックル2打、さらにパレが降ってきた、待ち構えている、蹴り貫く裕次郎のカバーは危ないですね、エイオスのカットが間に合いました、ちょっとおそらく飛びつき切りを狙ったんでしょうけど、はい、その間をね空いてしまったところをうまく見逃さないですよね、バレットクラブは。お、そう、ピンクジュースと距離を取った、ラリアットをかわして連随、さあ距離が空きました、裕次郎はコーナーサイド、バレットは一番遠い距離を取った、エルボーを叩きつけてトルネード DDT、 ユードバスター DDT 叩き込んで今度こそと言ったところでしょうか、蹴りを詰める、ラリアットが待っていた、さあ担ぎ上げた、フィッシャーマンバスター、本当上背ではねバレッタ選手は上背なんですけど、裕次郎選手はパワーありますね、体の分厚さ、お、ピンプジュースを、あー狙えない、パワー、おー、今の、ね、決め方っていうのは初めて見ましたよね、はい、ヘビー級のそして対高橋裕次郎のために、いやただ今立ち直りを受けるバレッタ、そしてケイオスの陣営ですけれども、バレッタ一射向きましたけれども、即座にバレットクラブの洗礼、ケイオス陣、まあ3カウントは3カウントなんですけど、裕次郎選手からしたらふざけんじゃねえよと、あーピンプジュースと試合は終わってます、ピンプジュース、いや実際最後3カウントは奪えたんですけれども、かける技がどうしても単発やりたいことを封じられてしまった、そんな試合展開でもありましたよね。いやでもまあこれはちょっといただけないですよね、裕次郎選手は3つ取られたわけですから、納得いかない気持ちは分かりますけどね。この試合勝者はバレッタです、ケイオスの4人です。
バレッタに対して、そしてこの試合の結果に対して収まらない高橋裕次郎。いや、ますますこう意向を、ね、深めるような決着ですよね。バレッタ選手としてはおとといのお返しに、ね、成功したはずなんですけれども、はい、こういう後足の悪いことになってしまうという、やはりヘビー級でこれからやっていくんだというなると、おとといに、ね、きっちり3つ取られたので、今日もね、裕次郎選手を KO するようなぐらいの技を決めて3つ 取るべきだったのかもしれないですね。試合が終わってみればどちらが勝者なのかわからない、そんな風景がリング上には広がっています。バレッタを案ずるのは邪道。今一度ヘビー級戦線での思いをかみしめるか、ケイオス陣営がバックステージへと引き上げます。6人タッグマッチ20分一本勝負、レイモンド・ロウ・ハンソン